始まったけど、どうせ視聴配信はしない。鬼滅多分見ないな。見ない。お披露目配信、お披露目の配信はね見てないけど、写真は見たよ。配信は見てない。私のこと、はいやね、誰とも話してない。18期いや会ったのは、会ったっていうか見たぐらいだけど、はあるけど、誰とも話したことないですね。でも大分の子知ってるよ、もともと。私のこと向こうが分かるか分かんないけど、私は知ってる。うん、どう知ってるか分かんないけど、うん、知ってる子だった。びっくりした。知り合いっていうか、思わない。私は知ってるけど、向こう知ってるか分かんない。覚えてるか分かんない、向こうが私は知ってる。ちょっとだけ、ね、今日ちょっと寒かった。そんな性格、うん、喋ったことあるとかではないけど、知ってるのは知ってる。ちゃんとめちゃ会話したことあるわけではないけど、顔見知り程度の感じだけど、知ってるね。うん、この向こうが覚えてるかは微妙ですけど。18期の子もね、まだちゃんと話したことないから分かんないやん。17期の子でさえまだ話したことない子いるいや、そんなしょっちゅう会うわけじゃないからさ、会わないからさ、そんなしょっちゅう。だからほんと時々会う感じじゃん。ちゃんって言ってもあれか、あの同じチームとかだとあれだけど、17期とまださ、チーム分かれてないし、だから話す機会ないんだよね。そんなしょっちゅうわけではないし、公園で前座で出てたとしてもさ、そんなに楽屋がまずいないから、その自分たちの楽屋に、研究生の子たちは。だから会うの一瞬なのね。ほんと演じの時に会って、でその前座の時にすれ違うぐらいだから。だからね、全然会わないから、会わないんだよな。話したことなくまだいる。
とか、あの子知り合い、知り合いとか知ってる子だから。いやだからね、合わないのよそもそも17期18期とチーム違うと。その17期18期以外にもね、そのチーム A とかさ K4 のメンバー合わない。そんなこういうさコンサートのレッスン期間とかじゃないと、の時に全員でなんかレッスンする時とかに合うぐらい。合わない、それ以外。あと波動とかのさ、ああいうなんかこうなんていう、他のチームもいるようなイベントとかじゃないと合わないですね。だって公演とかさ他のチームの人と一緒に出ることないから。あんま6体でしょ。でも私出てないから。そもそも合わないんだよな。合う。だからそう、同じチームじゃないと。チームの時同じチームだと公演とかだよじゃん、定期的に。だからね、それ以外のチームのメンバーはねあんま合わないから、そもそも話さないっていうよりかそもそも会う機会が少ない。リタで話したことないわ、さすがにいないな。さすがに6年も同じチームいてさすがにいないや。話したことはみんな。で長崎もの出身の子もいてびっくりした。あんま九州の出身いないじゃん。いや長崎の子は全然知らないとか知らない、全然知らない私長崎そんな行ったこともない。そんなに修学旅行とかでしか行ったことない、小学校の。行ったことないの、長崎。その小学校の修学旅行で1回と、あとはおじいちゃんと1回ハウステンボス行ったかな。おじいちゃんと妹と3人で2回ぐらいしかない、大手で行ったことあるの。全然行ったことないや。ああそう、イベントも行ったことあるわ。そうだそうだ。あぶないあぶない。3回かイベント1回だよね。あのなんかさ出汁に乗ってみたいなやつ。だから3回。そうだな、ちょっとしかない。大分の子知り合いっていうかね、顔知ってるレベルだから、なんていうの、そんなに話したことあるとかいうわけではないけど、顔知ってるレベル。向こうが知ってるか分かんない、私のこと。芸能界に結構知り合い、芸能界にってか普通に大分で知り合いってたけど、芸能界に知り合い全然いないですよ私。いないですね。
ではない、違う、長崎のランタンフェスティバル行ったことない。長崎はね、修学旅行で一回と、その修学旅行で一回と、あのアステンボス一回行ったのと、あとイベントで、それだけですね。長崎どこに行った？イベントあれどこだっけ？ちょっとわかんない、忘れちゃった。どこだっけ？長崎のどこかまでは忘れちゃった。あとはハウステンボス、さっき言った修学旅行はね、その修学旅行で行く、なんかグラバー園とかだっけな、それぐらい。イベントの場所どこだったか忘れちゃった。ロボ園行ったね、修学旅行で。カステラ買った、修学旅行の時はね、カステラ買った記憶ある。それ以外は覚えてない。もう3回ぐらいかな行ったことあるの、長崎。ハートの敷石、なんか探したような記憶あるけど見つけたかな、覚えてないな。小学校の時、8年前、覚えてない見つけたっけな、覚えてないや。修学旅行の時はカステラ買って帰ったの覚えてる。買おうって決めてたカステラ好きだから。旅行の長崎、いや旅行の長崎にはしない、九州は行かないな。だってなんか行くんだったらさ、普段っていうかさ、長崎はあんま行かないけど、もっとさ遠いとこ行きたくない、せっかく行くんだったら。九州行かないのだ近場じゃん割と。それについてた、え、覚えてないよ覚えてない。九州、いや違う違う、私からしてね、大分だからさ、そんな、そんなに九州以外に行きたいな、せっかく旅行で行くんだったら、選べるんだったら違うとこ行きたい。だからなぁ、大分と、え？九州とか大分とそんな変わらない。どういうこと？大分九州だよ。え？どういうこと？でも一箇所決めてる、北海道。もう一箇所はね、わかんない。なんか関西とか大阪か京都かそこら辺。いつ行けるかわかんないからな。その時も。行きたい場所は変わってるかもしれない宮崎いつ行くかな、わかんない、いつかいつかかな。そんな絶対に近いうちに行きたいってほどではないからいつか行けたらいいなぐらい。チキン南蛮と辛麺食べたい、宮崎行って。
れちゃった。京都おすすめ、京都いいよね。京都行きたい。修学旅行で一回行ったことあるぐらい。中学校、中学校か、中学校の修学旅行で一回だけ。パパもと行きたい。さあ、いったら何食べたらいい。私あんま知らないよおじちゃんおばあちゃんちあるけど、わかんないな。あ、本当にわかんない。その何食べたらいいとか、美味しいお土産は、好きなお土産はあるけど、それちょっとわかんない。食べ物あんまね、そんなに聞かないからな。おじちゃんおばあちゃんち行ってあんまご飯食べたりとかしない。わかんないよ。好きなやつはね、お土産はね、マルボロと大阪錦が好きいつも買って帰る。何食べたらいいかわかんないな。もう行かないんだもんな。佐賀行ってご飯、外食、普通におじいちゃんおばあちゃん家で食べる。もうかんないよ。ミサに来た方がいいよ。ミサだったらもうたくさん教えてくれるよ、きっと。千枚の付け物何が？何、佐賀が？知らないよ、全然。本当佐賀のあの有名な食べ物あんま知らない。おじいちゃんおばあちゃんちあるけど、行くけど、もう知らない。バルフェスタ佐賀ね、バルフェスタ佐賀だけど行ったことないから私わかんない。行ったことないですね。おじいちゃんおばあちゃんち行ってもさ、そんな長い期間いるわけじゃないから、そんな、そう、ちょっとの間行ってすぐ帰るから、あんまり知らないんだよな。お正月とかに行くから、行ったとしても、お正月っておせち食べるじゃん。だからさ、あんま外にも食べ行かないし、こんな郷土料理みたいなの食べたりしないからわかんない。知らないですね、何が有名とか。そう、おせちなんだよな、いつも行った時食べるのとか、なんかおせちとか、そのお正月の時期に食べるようなあんまりそうかも。かあ、もうかんないですね。お正月以外であんま行かないんだよね。行ったとしても日帰りとかで帰ってきちゃうから、そんなになんかいろんなもの食べるわけじゃないか、わかんない。こんな近いんだ、大分と佐賀。もう日帰りできる距離ではあるけど、めっちゃ早朝に行って夜帰ってくるって感じいつも日帰りの時はね。朝、ほんと朝出て、何ですよ、こっちと違いありますか。私ね、サウナしかおせち食べたことないんだよね。わかんない。その後、いや、泊まれないから日帰りで帰ってるんだよね。なんかその次の日お父さんかお母さん仕事あるとかさ、泊まれないから帰ってる。無理やり分かんない。
しか食べたことない。おじいちゃんおばあちゃんち行った時におせち食べるぐらい。普通に置いたで、お家でさ、お正月おせち食べないもん。頼まないから、だから知らないんだよなその佐賀のそこのおじいちゃんおばあちゃんちで食べるおせちしか。車だね、さすがに。え、九州で車持ってないはかなり不便だよ。大分とか、大分福岡だったらいけるかもだけど、でも福岡も車あった方がいい絶対。大分佐賀の距離感で電車は相当大変だよ。うん、絶対車だね。車ないと無理。電車で行ったことない。いつも車。基本遠出するときは車じゃない？よっぽど都会に住んでる人じゃないと。無理でしょ。新幹線確かに大分通ってないからね。特急で行くしかない。ソニックソニックで、そうね、時間かかるし大変だし、絶対車がいいよ。わかんない行ったことないもん。電車で行ったことない。佐賀にあるかな。いや、あるか、イベントの時に一回あるか。いや覚えてないな。どうやって行ったっけあの時私覚えてないや。前に佐賀でイベントあって電車で行ったかな。何で行ったんだろうね、覚えてない、ないな。東京にいて普通に飛行機で行ったのか覚えてないわかんないや、結構前だから。でも電車か飛行機かどっちか忘れすぎ。いや、その覚えてないでしょ。一回だけの移動覚えてないです。何回もさ、サメでイベントで行ってるんだったらあれだけど、一回だったはず。そんななかった気がする。一回だよね、覚えてないでしょ。結構前じゃないですか、あれ4年ぐらい前、 3,4 年前だよね多分。覚えてないです。覚えてそう。いや覚えてないよ。そんな
覚えてない、移動の時なんかなんか覚えてないです。なんかさ、飛行機で行った時のイベントもあるし、鹿児島のイベントとかさ、飛行機で行った時もあるし、新幹線で行った時もあるし、電車で、わかんないんだよねごちゃごちゃで、もう覚えてないよ、どれがどの時のイベントなのかわかんないわかんない。飛行機だったら寝てる、新幹線とかも寝ない、怖いから寝過ごすのが、飛行機は寝るけど、怒ってないよ、全く怒ってない。やっぱね、多分できないかな、やる時間はあるのよ、やると思えばできる、やると思えばできるけど、ちょっとやる気分じゃないからな、やっぱやってない、他にやんないといけないこともあるし、もうコンスプは諦めるできないね、いいけどです、LGS 見れたらいいやプロリーグ、寒いな、引いてるコード断線しちゃうよ、危ない、ちょっと膝が気に入ってくる、ちょっと寒い、明日も寒いんだっけ、ツイッターいいねしといた、ツイッター、ツイッターなんか投稿したっけ、ツイートか、ツイートしたっけ、記憶がないんだけど、インスタ投稿した、ツイッターツイートしたっけな、覚えてないわ、え、した、私本当にしてないよ、絶対記憶ないよ嘘で、何もツイートしてないよ、あ、インスタが良かった、なんか知らない間にツイートしちゃってたかと思った、してないよねツイートした記憶ないの、インスタは更新した。
インスタ久しぶりに投稿したんで見てください。皆さん知らない動画がある。え、そうだからさえ、ツイートしたっけと思って記憶がないからびっくりした。勝手にツイートされるアプリ、何それ、勝手にツイートされるアプリ、何それ、え、それは乗っ取られてるとかじゃなくってってこと、どういうこと、ツイートされたって言ったら取られてる、うん、時々聞くけどね、乗っ取られた。私はないですけど、まだ一回も。で、怖いよね、それ。チャットなんとかっていう AI 使ったこと。何？チャットなんとか、知らない、初めて聞いた、何それ。寒い今日、いや ChatGPT、 何それ、何それ、どういうアプリ、初めて聞いたんだけど、え、そんな有名なやつなの、みんな知ってる。え、何それ。え、全然知らないんだけど。めっちゃ有名な、え、全然知らない。そんな有名なんだ。初めて聞いた。ChatGPT っていう、何でも答えてくれる。何でも答えてくれる。初めて聞いた。知らなかった。ちょっと全く見てない。見てないな。え、今日そうテレビつけて見たけど、見たやつなんかテレビでさ、音楽のチャンネルがあって、その音楽のチャンネル見て。あとはアマプラ見たぐらい、アニメ。なんか番組マジ見ない、最近全く見ないですね。最近のドラマとか全く見ないし、何やってるかすら知らないし、ニュースも見ないし、インスト？あ、今ね、今ね、2期のね、何話かまで見たよ。そう、毎日見てる。順調に。今日も何話か見たし。
毎日見てるわ。そう、始まっちゃうからね、語気がちょっと見ようかなと。見たらなんかあれも見なきゃ、進撃の巨人、でもあれ長いよね、前編後編だっけ、分かれてるやつ1時間ぐらいあるよね、長いな。なんかさ30分、アニメってさ30分25分ぐらいじゃん、だったら見ようと思うけど1時間長いなと思っちゃう。でも見たい、見なきゃ。あ、後編まだなのか、前編見なきゃ。後編出てからでもいいけどな、それ出てからでも良さそうじゃない、見るの終わってるかなその時には。いやさすがにないか、後編出て秋なの、出るのめっちゃ先だな。海外ドラマ全く見ないですね、わかんない。だから一時期さ韓国のドラマがめっちゃ流行ってたじゃん、でも全く見てなくって全然わかんなかった。なんかなんだっけ、 なんかゾンビのやつとか流行ってたのは知ってるけど全く見てなかった、わかんない。でさ韓国のドラマはネットフリかな、カンドラネットフリックスだっけ、ネットフリックス入ってないからさそう、イカゲームは見た、イカゲームはね、そのなんかその時ちょうど入ってたからね見たけど、それが全く見てない。ドラマはね最近全く見てない、見てた時期もあったけど最近見てないからわかんない。これで何か今見てるの、文豪ストレイドッグス、それ見てるぐらいか。でも全く見てないから分かんない。ダダイさん、あ、ダダイさんいいよね、面白い。あ、55分ん、あ、54分か、びっくりしたでもなるか。弟くん4月から違う、そう4月からってかもう4月だわ、なんかそう4月もう中学生だよ弟、今月4月55分ありがとう。そう弟は中学生のちょっと早いね。じゃあちょっとランキングを見ますか。ランキング13位からランキング見ます。13位、ジョークスノーさんありがとうございます。12位、ラスカールさんありがとうございます。11位、ユージアットマーク、キョカタムを愛してるさんありがとうございます。次10位、トシノリさんありがとうございます。9位、バトニーさんありがとうございます。8位、香港のハルマットマーク、京香おいさんありがとうございます。
7位ヒンメルさんありがとうございます。6位マルさんありがとうございます。5位ラボーナさんありがとうございます。4位ニャンホソさんありがとうございます。3位フロマンさんありがとうございます。2位タカフミさんありがとうございます。そして1位がクランツアットマークキョカタムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。明日の配信は、明日できそうだったらお昼過ぎぐらいに配信したいな。お昼過ぎ2時とかそこらへん、2時か2時前かそんぐらいできそうだったら、無理だったら夜する。できそうだったらそこの時間でしようかな。ちょっとまた明日言います。できなかったら夜はいつもどれぐらいの時間かな、今日と同じぐらいかな、2回、いやどっちか1回かな。できたらだから、でも時間あるか微妙だから、時間あったらお昼、なかったら夜、どっちか一回やりますね。明日また言います。昼多分10時ぐらいか10時前ぐらいにできると思う。昼どんぐらいかなですかね。前髪伸びた？気のせいか、あ、巻きが取れてるだけか、わかんない。明日できる方でやります。部活ゲームに入ってないってこと？ゲーム部ってこと？そんな、なさ入るのかな部活、そもそもわかんない、入るのかな。でもまだだよね、だってさ、ま、そんなすぐ入んなくない？入学してさ、いつ頃入ったっけな私部活、覚えてないや。そもそも入るかもしれないけど部活入るのかもしれないですけど、全然やんのかな。一つなんかそういうままでスポーツしてなかったからさ、やるイメージがないんだけど。部活してた、私は部活してたよ中学校の時は、バレー部だった、やめちゃったけど途中で。じゃあまた明日できそうだったらお昼で、お昼もしできなかったら夜、どっちかでやります。また明日の配信でありがとうございました。おやすみなさい、また明日、バイバイ、またね、おやすみ。